昨夜は県西部を中心に大雨となりました。今日もこれから夜遅くにかけて雨の降り方に注意が必要です。浜松市の中心街ですが、ものすごい雨が降り続いています。昨日の県内は太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になりました。浜松市南部と磐田市、湖西市付近で1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表しました。浜松市と掛川市ではおよそ30万世帯73万人余りを対象に避難勧告が発令されました。午後10時過ぎ、JR 浜松駅です。雨の影響でしょうか、床一面に水が広がってしまっています。駅の構内では土のうを積んで水が広がらないよう対応しました。鉄道は新幹線も東海道線も運転を一時見合わせました。ずいぶん待ってますね。そうですね、もう1時間ぐらい早く動いてくれないかなという気持ちですね。 JR 掛川駅の北口です。南口へつながる地下道が水で溢れてしまっています。 JR 掛川駅でも地下通路が通行人の足首あたりまで冠水しました。掛川市では1時間に80ミリの猛烈な雨を観測しました。また大雨は雷を伴いました。掛川市沖の巣では織物工場に雷が落ち、けが人はいませんでしたが、工場の天井が一部焼けました。磐田市です。川を渡るための橋が一部崩れてしまっています。磐田市の太田川に架かる和口橋は現在通行止めです。昨夜からの大雨で川が増水して流れも速くなり、橋の一部が流されました。このほか袋井市では床上浸水が2棟、床下浸水が11棟あったほか、県西部では各地で道路が冠水するなどしました。今日もこれから夜遅くにかけて雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地への浸水や昨日の雨で地盤が緩んでいるため、引き続き土砂崩れに注意が必要です。